自民党宮地琢磨ポスターにスプレーで落書きされる本日自民党の宮地琢磨議員がツイッターにてこのようにポスターが落書きされてしまい悲しいことですがめげずに頑張りますと発言をされましたこちら4枚のポスターが黒いスプレーによって 落書きされてしまっておりますが、宮地議員には速やかに器物損壊として警察に通報していただき、まあ、こういった犯罪行為を行う輩を、不定な輩を放置してしまいますと、さらに被害が拡大する恐れもございますので、警察に通報し、こういった被害が続かないように、 対策を講じていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。